もう涙をこらえてる感じなんですけど、勝って泣かないとダメだろうと思って、楽しみですね。まあ、緊張もやばいですけど、始まるんだなみたいな感じがあります。誰が当たっても強い選手ですし、まあ、本当に誰とやってもいいっていう準備はちゃんと分析も含めてやってきたので、まあ、本当にあとはやるだけです。僕らは新チームダービーだと思ってるんで、絶対に負けられないです。絶対勝ちたいと思います。まあ、地域密着を掲げて石川にゆかりのある選手5人でメンバーを組んだんですね。これはTリーグ史上ないと思うんです、まあ、絶対ないんですよ。そこを出れたことっていうのが、まず一つ他のチームでは成し得ないことをやったなっていうところで、何かみんなで石川を背負ってる何かがあるから、やっぱり結束力っていう面ではすごくいいかなっていうふうに思って、いろいろ困難はありましたけれども、だからこそ金沢ポートはどん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 チャレンジしていくチームでありたいな。今日は本当に監督に専念して勝つことだけを、はい、今の時間だけはね、はい。荷物先置いといちゃう。いろいろとあったけれども、自分としては逃げてほしくない。金沢ポートっていうチームは、まあ、開くっていうスローガンを掲げてとにかくチャレンジをしてきたので、自分が自信を持っているのは、監督や社長としてはまだまだすごく迷惑かけてきたけれども、どんな困難からも逃げずに真正面から立ち向かって今日ここまで来たので、選手には何かこう迷った時にチャレンジをして勇気と決断を持ったプレーをしてほしいなと思ってます。絶対勝ちましょう。はい、じゃあ、お願いします。します。平塚のおかげで、金沢ポートは最年少、平均年齢が、一番低いと聞いてます。なので、嬉しさを前面に出して。で、僕は、勢いっていう言葉をあまり好きじゃないですけど、金沢ポートがこれまで作り上げてきたストーリー、そのまま勢いを初戦から、全力で出していきたいなと思います。頑張りましょう。よし。ということで、はい。どうする？シームは。レッツゴーっていう。よし、レッツゴーで。レッツゴーポートで。よし、よし。みんなでポートって言えばいい。よし。僕がレッツゴーって言うね。よし。オッケー。レッツゴーポート！シェイ！よし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 背番号5、三浦雄大。背番号6、山本達也。背番号37、松平健太。背番号39、平塚健雄。背番号50、五十嵐文也。そして監督は斉藤明。
以上、カナダポート選手紹介でした。ケンタで終わろうって、ケンタで負けたら仕方ないと思っていたんで、
の率直な気持ちをお聞かせください。本当に苦しい試合だったんですけど、アウェーの中、応援団の方が駆けつけてくれて、すごく力になりました。カナダ本国は初戦でした。どういった気持ちで臨みましたか？お互い、新規チームとしての戦いだったんですけど、僕たちはこの開幕が始まる前までいろんな活動をして、チームをみんなで協力して作り上げてきました。で、その勢いもあってこの開幕戦、こういう形ができたかなと思います。会場のファンの皆さん、そして各地で応援しているファンの皆さんに向けてメッセージをお願いいたします。はい、Tリーグは本当にこういう試合がもうかなり多いと思います。なので見ている方々もすごく、興奮するような試合が、多いので、ぜひこれからも、会場に来てもらって、応援してくれると嬉しいです。ありがとうございました。以上、この後もまたやってください。開幕戦がすごく大事ですし、勝ってホームに行きたいっていう、そこで開幕初戦を取れたっていうのはすごく大きいんじゃないかなと思いますね。盛り上がってほしいですね、本当に。はい、楽しみにします。ありがとうございました。